埼玉県再生会高野巣病院は埼玉県高野巣市にある精神科病院である。運営は恩師財団再生会支部埼玉県再生会であり、同会が運営する精神科病院としては唯一のものである。川口市にある川口再生病院は結核を中心とした医療を行っていたが、結核病床が常時満床で増床の必要があったため、 同院の分院として1950年6月1日に開設された。北足立群馬室村大和滝馬室1131番地に民間病院を借り、結核病床50床の結核専門病院であった。名称は川口再生病院分院。1953年4月1日に再生会高野ス病院として独立し、 1956年8月には精神病床を持つようになった。1966年3月に上予金を持って現在地に新病院を建設して移転。1988年には埼玉県発の大規模デイケアを開始。現在はグループホーム、介護老人保健施設などを持ち、病院がセンターとなって多方面から患者を支える構造となっている。いずれも 病院と同じ法人が運営をしている。ありがとうございます。